こんにちは。学習塾1945です。問題を解いていきます。必要に応じてこちらのガイダンスも一時停止をして読んでおいてください。よろしくお願いします。ということで問題はこちら。まずは一時停止して解いてみてください。では、解説をしていきます。まずはアなんですが、ここは日中戦争がキーワードになりますね。日中戦争といえば1937年に始まって、日本が第二次世界大戦に負ける1945年に終わりました。 で、表一はまさにこの時期にがっつりハマるわけです。つまり戦争が長期化するってことは38年から43年になるとって言い換えてもいいんですよ。そうすると石炭も鉄鉱石も先鉄もすべての生産量が上がっていることがわかります。これは産業開発も次第に停滞していったってところと食い違いますよ。だからあの記述は誤りです。で次、今度はイに行きましょう。 意は賃金格差はないって書いてありますが、これは表を見るとどうでしょうか工場も鉱山も日本人の方が賃金が上だってことがわかります。だから表2を見る限り意も違いますね。ということで正解は両方とも誤っている4番でした。今回は以上です。今後も公認の過去問解説をアップしますので、それを見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。 あとコメント欄に今回押さえた用語だけでも書いてくれればそれだけでもあなたの勉強になりますのでぜひやってみましょう。